ウィングスフォーライフワールドランは2014年より開催されている世界規模のランニングイベントである。レッドブル創設者のディートリヒマテシッツが設立した脊髄損傷の治療研究を支援する非営利団体ウィングスフォーライフ財団を支援するためのランニングイベントで全世界の参加費総額と同額がレッドブルを通じて同団体に寄付され、 脊髄損傷の治療研究に役立てられる。第1回大会は2014年に開催され、全世界で約4億2500万円の参加費が集まり、その同額が寄付された。2015年と2016年は日本でも開催されたが、2017年の日本開催は見送られた。ランニングイベントではあるが、 通常のランニングイベントと異なる点が様々存在する。これを世界の各会場で最後の一人がキャッチャーカーに追いつかれるまで続け、各会場で最後まで走り続けた男女各1名をその会場のチャンピオンとして表彰。さらに世界中で最後まで走り続けた男女各1名はワールドチャンピオンとして表彰され、トロフィーと副賞が贈呈される。また、 各会場のチャンピオンは、翌年に開催される同大会で、世界各地の好きな会場から出走できる権利と、それに伴う交通費、宿泊費が支給される。競技としては、非常に珍しい、自分の後ろからゴールが追いかけてくるイベントであり、いわば、全世界で同時に行われる、キャッチャーカーから逃げ続ける鬼ごっことも言える、イベントである。 日本で開催された2015年と2016年は J スポーツで完全性中継で放送された。また、インターネットテレビのレッドブル TV でも中継されている。Wings for Life World 欄日本語版ホームページ。ありがとうございます。